群生してされてるので、こうなんでしょうね、出っ張ってる花を取んないと背景とこう、主役の花と背景の花が近いとボケないんで、一歩こう出っ張ってるのありますよね。あ、出っ張ってるやつなんかを背景にじゃない取って、背景にすると背景遠くになるんで、ぼかしやすいかな。ちょっとボケが違うでしょ。あ、それの写真はこれが多いです。望遠側に住んでこう写るので、だこれがレンズがあんまり望遠じゃないと買ったら写っちゃうんだよ。望遠つけた時はファインダーでこうポイントを探すのがいいんだけど、ファインダーを覗いてピントを遠くにやったり近くにやったりして探す方法もある。その方が面白いと。このボケがいいとか、リングボケの感じが、結構遠くを狙って、まあそこの花を、リングボケが綺麗、綺麗に似合ってる。あれを入れて、はい、そうするとまたちょっと絵みたいな感じね、雰囲気が全然違う。絵見てってそう、これ、宣伝これですか、うん、ねえ、外してこういう風に、いや、それはいいわ、うん、で、こう、こう回る。いやすごい、これは便利。ニコンの70-200 F2.8、はい、ねえ、フランジャンプ根元は多分そこに、もしもし、メインの車体の後ろに裏側になった花があって、そこの間から出てる感じかな。発見しましたよ。あれ、おかしいなぁ。見つけてもらうと勢いはなかったんですけど、ちゃんと用意してました。こういうところだと水面で玉ぼけが出るんですよ。こう光ってるやつ。こうキラキラして、あ、この水面を。なるほどね。水面。で、玉ぼけの出方というのは出し方っていうのが分かったんで、今日は良かったね、良かったです、うん、1日1個覚えて、そうすると応用が効くんで、初めて分かった前ぼけ